ください。であとこちらのヘリポート走ったりですね、ジャンプしたりといったような行為も危険ですのでおやめください。で続いて2点目でございます。こちらのヘリポート大変高いところにございます。地上300メートル地点にございます。ここからですね、決して物は投げたり落としたりしないようにお願いいたします。大事故につながりますのでおやめください。続いて3点目でございます。こちらのオレンジ色の線、線の上には黒いライトやですね、お客様の足元にはオレンジ色の排水口がございます。いくつかね、突起物がございますので足元十分ご注意くださいませ。で最後4つ目でございます。こちらがですね、一番大事な注意事項なんですけれども、オレンジ色の線、線より外を出る際ですね、こういったように必ず両手は空いた状態でお願いいたします。落下物防止のためでございます。カメラ携帯の操作、お写真撮られる際はですね、必ずオレンジ色の線より内側でお撮りしていただきますようにお願いいたします。また私たちスタッフはですね、お客様のお写真をお撮りすることができません。安全管理の業務がございますので、お客様同士、代わり合ってお撮りしていただきますようにお願いいたします。私からは以上でございます。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは皆様改めまして、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。では皆さん、もう一度拍手をお願いいたします。はい、アルカスのちょうど日本で一番高いビルの頂上までご到達おめでとうございます。ではですね、皆さんそれを祝してですね、ここで頂上となっております。はい、頂上からあちら山が見えております。向かいの山にやること一つですね。大きな声で叫ぶの、はい、皆さんヤッホーとかね、いろんな言葉を叫ぶこと、はい、それをこれからやっていきたいと思っております。はい、せっかくなんでね。ではその前にですね、皆様ちょっとね、息を整えていただくために深呼吸をしたいと思います。皆さん大きく手を広げて、他の人とぶつからないように広がってください。円の外に出ていただいても大丈夫です。はい、少し湿った空気をね、肺の中に取り込んでいただきたいなと思います。で皆さん、肺の空気一旦吐き出していただいて、空気を吸って吐いて、あと上を見上げながら吸っていってください。吸って吐いて、はい、ここの上だけなぜか青空ですね。はい、今深呼吸してね、上見ていただいて、はい、60階とは違って天井もガラスもないので、はい、とても開放的な空間となっております。はい、では開放的な空間で、はい、思いっきり大きな声を出していきたいと思います。はい、じゃあ皆さんですね、皆さん準備、今年準備していただきますか。これからですね、ヤッホーじゃなくて別の言葉で叫んでいきたいなと思っています。これはですね、ハルカス300と叫んでます。はい、なんでハルカス300なのって思ってる方が大多数だと思うんですけど、これはですね、この展望台の名前がハルカ300、皆さんにはこれも覚えて帰ってもらいたいなっていう、はい、こちら多分近鉄を思っております。はい、私は関係ない。はい、では皆さん、私がハルカス叫ぶので皆さんが300、皆さんも300担当でお願いいたします。皆さん拳準備していただいてもいいですか。ぜひぜひ、どうせ叫ぶならすっきりしていただいた方がいいと思います。はい、あとすいません、言い忘れましたが、やってないと言ったら何でもやり直します。1回で成功させてください。じゃあ行きます。